おはようございます。体温 36.6 度、パルスオキシメーターは96、7、大丈夫そうですかね。今日の朝ごはんはこちらです。市販の卵のおかゆに味の素と鶏ガラスープをちょっと加えて、しめじと小松菜をチンしました。で、これを混ぜます。仕上げに薬味のネギと真ん中にちょこんと生姜を乗せました。体が温まるおかゆ完成です。いただきます。うん、美味しい。3月18日11時前です。熱は 36.9、 酸素濃度は 99% です。熱もなく呼吸も大丈夫です。が、お腹が痛いです。なので今日の朝ごはんは食べません。マイです。今日の朝ごはんです。ベーコンエッグ、そして野菜ジュース。熱はだいぶ下がりました。今は37度2分でした。でもちょっとまだ咳が出てます。どうも、豚ちゃんです。今日のご飯です。今日は撮影係のお母さんが作ってくれたおかずを撮影係の奥さんが届けてくれたので、それを食べます。私用に人参抜きのものを作ってくれてます。こっちがあります。はい、中身はこちらです。人参なしのポテトサラダと切り干し大根だと思う。作ってくれました。ありがたや。これとご飯で食べます。今日は豪華だ。いただきます。うまい。